トラキスの女たちは、ソポクレスによるギリシア悲劇の一つ。題材は、ヘイラクレースの最後について。ヘイラクレースの妻、デイアネーラが待つトラーキースの屋敷に、ヘイラクレースに滅ぼされたオイカリアの女たちが、捕虜として連れて来られるが、ある男がデイアネーラに、ことの真相を暴露し、伝令のリカースもそれを認める。事態を憂いたデイアネーラは、 浮気防止役と教えられていた、ネッソスの血を塗ったハレギをヘイラクレースに届けさせるが、ネッソスの血は実際は、ヒドラーの猛毒であり、ケーナイオン岬の戦勝感謝の釘でハレギを着た、ヘイラクレースは、死の病に倒れる。ことの成り行きを息子、ヒュロスから聞いたデイアネイラは自死し、ヒュロスは、父ヘイラクレースに、自分の代わりに、幼霊をめとることを命令されつつ、 その最後を見取る。以上の様を描く。表題のトラキスの女たちは、舞台となっているヘイラクレースの屋敷があるトラーキースの女たちであり、舞台上ではコロスの役割を担う。上演年代は分かっていないが、アイアース、アンティゴネーと共に初期の作品だと考えられる。ありがとうございます。